どうも。今日もですね、質問。トップバズは初心者でも稼げますか？についてですね、お話をしていきたいと思います。はい、ではですね、この、シリーズを取り始めて、同時にですね、新しく作った、アカウントですね。こちらのアカウント。2月23日に作ったアカウントなんですけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11日で、今日は6日ですので12日ですね。12日が経過しました。ですので、12日中2日お休み、完全にお休みしましたので、10日間、動画をですね、1日あたり10本上げています。なので動画の投稿本数としては100本上がっているという状況になっております。で、やっぱりこのアカウントは波が大きいですね。一番多く、大きい収益が3273.58円で、一番低いところで言うと、まあもちろん最初は 0.02 円ですから 4.26 円と。で、 0.2 円に上がってから一番低い収益が、まあ今日本日ですかね、本日反映された3月5日の収益が 382.66 円ということで、まあすごく波の大きな収益がですね、収益の波が大きいアカウントになって、アカウントになっているのかなというふうに感じています。まあ今日、今後もですね、10本以上上げていきたいと考えておりますので、まあ、収益の方もですね、ぜひ、楽しみに見ていただきたいなと思います。で、今日ですね、お話ししたいのがこの数字、65% という数字があるんですけども、この数字ですね、私すごく好きな数字で、まあ、どういう数字かというと、今日生まれた子供がですね、今日生まれた子供が20年後働くときに 65% の子供が今はない仕事ですね、今は存在しない仕事に就く確率が 65% と言われています。で、これは、まあ、いわゆるダボス会議っていう、まあ、世界の超超お金持ち富裕層の方だったり、まあ、世界の、まあ、権力者といいますか、まあ、政治家の方々、首相だったり、その国の大臣だったり、そしてその他にも著名な、有識者の方々、研究者の方々だったりっていう、もう本当に頭が良かったり、財力があったり、権力があったりっていう人たちが、世界の将来のことを話し合う会議がダボス会議なんですけども、そこで 65% は今日生まれた子供が働く仕事は 65% は今ない仕事に就くだろうと、 35% の子供は今ある仕事に就くだろうと言われているということで、まあ、ここで何が言いたいかというと、じゃあトップバスの稼ぎ方っていつ始まったのっていうことで、これ2年前なんですよね。2年前、2017年、まあ、具体的には、何日から始まったかっていうのはちょっとわからないんですけども、私の知る限り2017年から始まり、
そして17、18、19年ということで、まあ2年弱、2年強ですかね、3年弱続いている、まあ、プラットフォームなんですけども、でこういった形でいろんな稼ぎ方が出てくる世の中というのは間違いなくですね、今後も続いていくと思います。でその中でインターネットを使ってですね、まあ、収益を上げる、まあ、インターネットを使っていろんな収益の上げ方が今出てきていて、まあ、それをですね学び、まあ、自分の中に取り入れ、ライフワークの中で実際にリアルで働く昼間の仕事、サラリーマンとして働く昼間の仕事以外に別の顔ですね、もう一つの自分、もう一つの顔を持つ、もう一つの収入源を持つという意味でインターネットを使っている方っていうのがとても増えてきているというところなんですよね。で私が毎日、読んでいる、読ませていただいている、メルマガがあります。でこちらのメルマガを発信している、配信している方もインターネットを使って、まあ、年間ですね、3000万から5000万ほど売り上げているということで、その方の仕事というのは基本的にはメルマガなんですね。メルマガを無料で毎日投稿し、そして読者が5万5000人ほど現在いると。でその方の収入源は5万5000人の、メルマガ読者の方々にセミナーをしますと、有料のセミナーをしますということで発信するわけですよね。これもインターネットを使っています。もうメルマガの中で告知するわけですから、インターネットを使って告知をし、でそこにだいたい40人から50人の方が1回のセミナーでに集まると。でそのセミナーというのが単価がだいたい4万円前後ですので、50人が4万円払うと1回のセミナーで200万円が上がってくると。売上としてですね200万円、でこれを月に2回とかやると月収400万ですよね、かける12ヶ月で4800万っていうのが上がってくる。まあ他にもですね、単価のもう少し高いセミナーもありますので、だいたい5000万から6000万ぐらいは稼いでいるんだろうなというのが、まあ、推測できるわけですよね。まあ、この一例をとっても分かると思うんですけども、まあ、このトップバズもしっかり、そのセミナー、メルマガというものを使った稼ぎ方もしっかり、インターネットを使っているっていうのは同じなんですよね。でここで気づいていただきたい、ワクワクしていただきたいのは、お金がかからないんですね。メルマガを配信するお金がかかりません。トップバスをするお金がかからない。でもそこから収益を生むことはできるっていうところですよね。なのでやらないっていう選択肢はもうないと私は感じていて、逆にやってないとリスクが高いというふうにさえ、まあ、感じたりもするわけですよね。で最初に入り口ですよね、インターネットで収益を得てみたい、まだインターネットを使って1000円5000円と、まあ、5000円とか稼いだことないという方であれば、トップバスを使えばですね、もう1週間もあれば5000円程度は、まあ、収入、売上、収益として上がりますので、
ぜひですね、あ、インターネットからでもこんなに簡単に収益が上がるんだなっていう体験をですね、ぜひしていただいて、その後の、さらにですね、ステップアップしていって、自分の昼間働いてるサラリーマンの給料ぐらいをですね、インターネットを使った、いわゆる商売というか、仕事ですよね、ビジネスというものを自分で構築し、より豊かになっていくっていうことを、実現していくのは、とてもいいんではないかなというふうに考えています。で、そのきっかけとしてですね、ぜひ、こういった形でトップバズのですね、良さっていうのを今後もお伝えできればなというふうに思っておりますので、今後もですね、楽しみにしていただければなと思っております。では、本日はですね、この 65% という数字を紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。